寒風山は四国山地西部の石月山脈に属する山である。四国百名山に選定されている。かつては寒風山と呼ばれた。山名の由来は定かではないが、旧国道194号の寒風山水道の上にある桑瀬峠は季節風の通り道であり、その傍らにある寒風山が陶器に北西風をまともに受ける位置にあるのは確かである。 山頂南西側の峰は、険しい岩漁で断崖となっているが、北東側の最高峰は、四国座誌に覆われた360度の展望の菊、山頂である。1964年には桑瀬峠直下に、旧国道の寒風山水道が開通し、さらに1999年には、新寒風山トンネルが開通した。桑瀬峠の愛媛県側は現在は、 笹が生い茂り通行不能である。山頂からは間近に笹ヶ峰及び父山、冠山、筒上の山及び伊予富士など、石槌山脈の山々、さらに瀬戸内海から太平洋まで望む。寒風山から平家平にかけて、笹ヶ峰一帯の山陵部は1982年に、笹ヶ峰自然環境保全地域に指定された。 寒風山水道の愛媛県側出口直下の標高950メートル地点には、明治初期に発見され、加業されてきた銅山である。元安鉱山があったが1972年に閉山し、現在では、鶴山がその痕跡を止めるのみである。寒風山水道の高知県側出口、売店横の登山口から桑瀬峠に至り、両線を北側へ重走して山頂に至る。 寒風山水道の愛媛県側出口から直通するルートもあるが、枯れ状で急斜面である。ありがとうございます。